これから戦う日ハムには二刀流最強選手大谷翔平がおるんですよ。今作パープロ2016にはね、能力に関してもめちゃくちゃ高い。投手では165キロを投げて変化球もキレッキレ、残してる成績もこれですよ。で、打っては現在二刀流起用で使われていて、打率が3割8分9厘、3ホーマー17打点、恐ろしい方だ。能力を見ればこの数字を残す理由っていうのが納得なんです。驚きなんてないんやで、やべえな。ほんで大谷だけなチームだったらね、大谷だけ警戒しておけばいいでしょってなるかもしれへんけど、そうじゃないから。このチームをですね、年俸順で選手の能力を見ていくと、一番この当時でもらってたのは中田の2万4000ポイントだね。で、能力はこんな感じ。この当時はパワーがあった時、まあパワーが一番ある時かな、パワポロで。ほんで弾道4ということもあるから、ここまでもうすでに13ホーマー打っている、十分な成績ですよね、4番として。で、麻酔この当時はいて、ほんで先発で使われてた時の麻酔なんでね、うわ、数字もいいし能力もええし、面倒さとかもおるわな。で、陽大官もいて、この陽大官もここまでね、コンペナントでは数字を残している。宮西の能力も高い。まあ、とにかく主力がみんな能力が高いので、近年のパワポロだとこの日ハムが一番最強チームかな。めちゃくちゃ強い。隙がないね、守りでも打つ方でも走る方でもね、全てにおいて完成されてる。あ、で、この当時ね、元巨人の矢野健二もいたんだ。トレードでね、行ったんですけど、矢野がいるが、まあ使われてないので別にどうでもええっちゃええやけどね。もちろんあんな戦力なチームですから、現在パリーグでトップ、勝率も高い。だからこのカードというのはセリーグのトップとパリーグのトップ同士がぶつかり合うことになる。チームの投手成績で見ていくと 3.42 という防御率、リーグトップではないけどある一定守れてるというのは数字としても叩き出している。それでいて打つ方では打率と得点、そして盗塁数でトップなんですよ。うちよりも得点を稼げるチームだから、いや、隙がないな。ほんで個々の成績を歴代の投手メンバー、野手メンバーから確認していくと、あー、すごいですね。あー、もうパッと見た時点で凄さが気づく。強力なローテ陣、リリーフ陣、打てるか、それでいて野手陣、あー、こんな守れるか、全てを放棄して旅に出たい、そんな俺たちがいるけれど、この打線を抑えて、そしてあの投手陣から得点を取って、当時最強のこの日ハムをぶっ倒して終われる戦い、動画にしていきたい。思いは結果として実るか、それはやってみないとわからへんけどね。で、このカードの初戦、いきなり大谷翔平が来ますね。投手大谷がね、わお。じゃあその投手大谷、当時全盛期の大谷を打って勝つ、いいですね。じゃあ今回の動画ではこの1試合目を監督試合で丸丸丸っとやっていきたいと思います。こちらの先発ピッチャーはやっぱ相手が大谷翔平ということを考えたら、それに相応するレベルの選手、マイコラスですね。共にメジャーリーガーですよ、2020年の今ね。ただこの時は共に NPB の選手なので、そこでまずはここで対決を実現させておこう、将来のね、対決の前に。ここで、で、小田に関しては現在 DH なしの小田はこんな感じです。小林が怪我してるので、このカードに関しては相川を3連戦スタメンマスクで守らすが、それがどう出るか、もしもそっちの方がいいのであればそっちを今後起用していこうと思うけどね。で、現状この日ハムのオーダーで見ていくとこんな感じなんだね。陽大官とかもっと上位で使われた方が怖いんですけど、5番起用、まあ、でもあの率のバッターが5番にいるっていうのも怖いし、6番に中田だからね。で、レイヤードもいて、大谷ももちろん打席に入るので、かー、好きだね。もうあかんわ、弱気な言葉しか出てこない。相手が強すぎる。本当の強者を見た時ってこんなにもネガティブになるんだね、人は。勝てる予感がしない。勝とう勝とうと思っても、どうせ負ける、どうせ負けると、その後に言葉が続く。強えな、強えけど俺たちもリーグトップ、セリーグトップのプライドをかけて負けられないよ。ここで負けたらやっぱセリーグ上弱え、セカンドリーグやみたいなこと絶対言われるから、煽られるから。いってみよう。まず初回の攻撃、いや一巡の攻撃じっくりと見ていきます。攻撃と守りね。まずはもう強気でインコース勝負から岡に対して、この時の岡は能力も高く数字も残している。誰がロッテに行くと想像した、誰もしてない。まあ本当そういうものが多いですよね、当時このパワプロ2016の能力を見てると、あの選手がその後あそこに行くのみたいなね。巨人の選手に関してもあるし、まあでも時の流れっていうのはそういうことだからね。だから楽しいじゃん、思いもよらぬことが起こる。2020年も、まあ、悪い意味で思いもよらぬことが起こって、今プロ野球開幕してねえし、いつ開幕すんねん、143試合できんのかとかね、
もういろいろと短縮せなあかんのちゃうのみたいな感じになっとるけど、でもいろんなことが本当起こるわな、この先のこのペナントでもね。何か起こるよ、この試合単体で見ても何か起こるかもしれない。まずはテンポよくハイテンポに OK、 2つアウトを奪って、さあここから西川が3番なんだね。あの盗塁数を考えたら1番で置いた方がいいと思うんだけど、まあ、栗山監督には栗山監督の考え方があるんでしょう。まあ、とにかく強いことには変わりがないから、近年のパープルでは一番強いチームや。あのね、デフォルトで回して100勝するチームって近年のパープルはこのチームしかないから。他のチームはよくて90勝くらいだよ。でもこのチームはね、10回回したら3回2回くらいは100勝するからね。それだけ飛び抜けて突出しとんねん。そらカープも日本シリーズで負けるわな、強いもん。初回はゼロで抑えたけどね、なんか不気味さがあるわ。抑えた感じがなぜかしない。3つのアウト取って1回を終わらせたはずなのに、おかしいなこの感情。そして大谷翔平だよ。投手大谷をまずは攻略していこう。力には力で対抗する。フルスイングから始めてみようぜ。アウトコース勝負できたな。おいおいおい、この165キロのストレートはいかさへんのか。高めにズバズバ来いよ。それを予想してこっち行ったんだけどね、見事に当てが外れたわ。はい、160マイル。初回から出さないでくださいます。なんやねん初回から。こうなるわな、それでいてめちゃくちゃ落ちるフォークがある。坂本と大谷の戦い、確かねこの当時の坂本、大谷から2塁打を打って通算250塁打を記録してるんじゃないかな、リアルでね。なんかジャイアンツタイムマシンだっけ、なんかよくやってるよね、ジータスだっけ、あれで過去の試合の振り返りでよく出てきますよね、大谷からツーベース打ってるところ。坂本ここで打てるかどうか知らへんけどね。あかん、こっちもテンポよく終わっとる。強気でインコース、インコースで来るね。なら引っ張りでいくわ。おー、でここでアウトコースか。じー、相手の戦術やられとるよ。ただでさえ能力の違いあるんだから、うまく戦術でこっちがはめていかないと、やっぱ巨人ナインこの大谷から打つのむずいよ。ボール3、もうバット踏んじゃねえ、こっから無理に当てに行くなよ。いや、振らんでええねん、あわやくばのフォアボールを待て。そういうやり方でしかお前この投手から得点取れへんやろ。よし、フォアボール、ランナーは出た。ここで阿部慎之助、エースキラーの阿部だからね。2019年千賀からも打っている。同じようにここでも強気でフルスイング。あー、またちょっと逆の采配をしてしまってるな、合わんな。こっちフルスイングで来るとき、行くとき低めとかアウトコースできて、こっちが逆の方で行ったらまたその逆をしてくるという、難しいなこれ、このゲーム。いや、このカードもう申し訳ないわな、全部ハマってないもん、全部相手にとってハマってるもんね。有利だったわ。初回の攻撃は互いにゼロ、動きはなく、レアード、あ、率低い、何何何何何、このレアード全然怖さないんやけどね。あ、怖さはないが、東京ドームのレアードということを考えたら通常のレアードの2倍3倍4倍怖さが増すぞ。やたらと打つねんこの東京ドームで。うわー、初ヒットはまず相手に出たな。でこれ待て、前のイニングからずっと相手にとっていい戦術やってる、俺がやってしまってる、そこで負けとる。低め勝負、ここもだ、あっかん。俺がこんなんだとこのゲームはボロクソンやられるぞ。ちなみに交流戦まだ負け知らず、前回のオリックスを散々いじめてやったからね、スイープして3連勝の流れで来ている。チームの連勝自体は今5と続いてるんで止めたくないよ。あ、この場面月曜し、これマイコラスがうまく打ち取ってくれたってだけの話だと、俺自体は全然できてないからようやくだね。これはもう明らかにこっちの方が分がいいから。なんか振らへんぞこの中田、不気味やな。あ、振れへんだけやったんやね、怖さがない。2回ゼロ、ヒットは最初に相手が打ったが、そこから得点やらないのであればいいんだよ。ここでアンちゃん、何でいってみようかな、引っ張りでいってみよう。あー、ここもアウトコース勝負、なんか全部透けて見られてんのかな俺がやってることを。
何、大谷翔平は心を読む能力まで持ってんの？心眼？だとしたら勝ちようなくない？ただでさえ能力高くて、お前フィジカルお化けで球速もやばくてパワーもあって、それでいて人の心を読める神やん、もはや。わっ、わお、距離十分でもファールや。うわー、あー、なるほどね、こうなるわな。さあ太田と大谷の戦い。確か太田って打ってるよね、リアルで。大谷からホームラン記憶にあるぞ。どうだこの場面、確か打ってるはず。あのね、唯一なんか日ハム戦、当時それこそ2016年だったんちゃうかな、大谷が巨人相手に完投したゲームがあったんだよ、9回1失点とかで。その1点が確か太田のホームランだったの。話題になったから知ってる、俺も見てたからね。そんなゲームがあったはずなんだ。ここでどうだ、まさかチームメイトになるとは当時この2人は思ってなかったでしょうけどね。今は敵同士、敵と敵、力あるものと力あるものの対決。三振、リアルを再現することはできるか。流し打ちで、ほんでここだと低め勝負で来る。ここまでアウトコースめっちゃしてたのね。こっちがこういうことやると相手がずらしてくるんだよ。変なずらし、嫌なずらし、会おうとしないというね、見てくれないこっちのこと、目と目が合わない、合わないから辛い、辛いから逃げたい、でも勝ちたい。あー、2回もゼロ、取れれるのは1点2点までやな、この大谷を見てると。そしてその大谷に打席が回るんです。ただのピッチャーじゃない、やばいピッチャーや、やばい選手や、もう投手という枠を飛び越えとるから、まあ、そこに至るまでまずは余計なピンチを作らないようにしていこう。田中健介、中島、あ、中島ちゃうな、この後誰だ、まあ、誰でもいいわい。そこを抑えて大谷翔平を迎える。ホームラン打たれたくないから、もう低め低めだよね。あ、マイコラス、メジャーリーガーとメジャーリーガーの対決よ、将来のね。まあ、今のマイコラスは元メジャーリーガーという肩書きや、これから将来のメジャーリーガー、共に力あるんだから、共に2018年に活躍しとる選手なんだからね。ああ、うわー、もうよりによって長打、それはねえ、出会ってはならんべ、お前普通のゲームじゃないねん、このゲーム。この後大谷回るんだから、この後大野か、まず絶対抑えて、ここは強気で高め勝負、三振を狙いに行け。大野に対しては高めでええわ、大谷に対してはもう高めでは絶対行っちゃダメだから。例えばメジャー仕様の大谷であればね、このパワープロで再現するってのったらミート能力が D とかそれくらいなんでいいんだけど、この当時 A、 ミート能力もあってパワーはそれ以上にある、特殊能力もついている。そんな大谷をお前高め投げたらやられるわ、アホみたいに飛ばされるわ。だからどういう戦術でいくか、ちょっと早速ですけど集中使うわ。これ大谷に打たれるか打たれないか全然変わってくるから、はい、集中です。出たい大谷、相手にアウトコースでしょう、ここやね、ここカーブ系の球でアウト奪ってほしい。頼む、マイコラス、センター返しに対してのアウトコース勝負。いや、威圧感あるね、特殊能力に威圧感はついてないけど、俺には見えるオーラとして漂ってるもん。怖いな、顔はあんなにも可愛らしいのに。いや、なんだよお前、一気も入らねえ。アウトコースレベル4やぞ。ああ、もう完全ビビっちゃってるね。おいおいおい、将来のメジャーリーガー対決、こんなあっさりしててええんかい。ここで岡に回ってきた、外角、ここも、まあ、岡の走力を考えたらゲッツーはまずないから、確実に一つアウト奪ってくれ。できれば進塁も許してほしくないが、何してんのさっきから一人てんてこまいになって。あ、うわ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 、怖いな、内野安打。あ、それはなかった。で中島、これもうそろそろなんか一発勝負とか来ない、大丈夫その辺、低めでええわ。あー、動きはないね、まだ溜まってないもん、うん、両チーム言うても3回やもんね、3回じゃ溜まらへん。でこの戦術の相性を考えたら大谷が帰ることはないかな、決めつけは良くないけど、ないと思ってる、ないと言わしてくれ、なくていい、あってはならぬ、あったらもうゲロと下痢を吐く穴から。そのカーブが余計やね、もっとシンプルいってほしい、組み立ててほしい。はい、三振、
ついっす。カードの初戦プレイしてる、それも3回プレイしただけなのにこの疲労感重いね。さあじっくりとこのイニングを見ていこう。相川から始まるところ、なんとかランナーとしてまずは出てほしいので、ちょっと待ってみようかな。待てこの辺は、あ、あかんわ。待てに対してここで高め勝負、ほんとなんか後出しじゃんけん感がずっとあるよね。心読み取られてんのかな、全部こっちのなんかコマンド選択画面が相手に透けて見えてんのかな。だとしたら勝ちようないよ。お、でもその待てに対してスリーボール、最後まで待てよ、もうバット置いとけ、なんなら。あ、おーし、ナイスナイスナイス。今日2個目のフォアボールでランナーとして出塁ならば送りバント、確実に決めろよマイコラス。よしよし、あーあかんあかん、決めて、あーあかんわ、あかんあかん、もうこれしゃあないよ。この直球に押されたら誰だってこうなるわいな。あー、ここはどうしようかな。センター返し、あーかん、インコースできた。今引っ張りかセンター返し、どっちにしようか迷ってたんだけど、こうなってたら引っ張りの方が良かったなって言ってたら、お前逆に別のもの来るんでしょ、引っ張りにしておいたら。お、いや惜しいだけあるよ、さっきのアンちゃんしかり、蝶のしかり、今のもね。でもその惜しい打球の後に必ず三振が待っている。坂本隼人、引っ張りや。じゃあ次はこれはどっちにも分があるとは言えへんかな、うん、まあ、どっちも打撃力投手力は A ランク、能力的な違いはそこまで大きくあるわけじゃないし、戦術ではこっちの方がレベルが高いので、うわこっちにあると言ってもいいんじゃない。いやもう速球に押されまくりやん。あー三振、これは無理じゃね、勝ちようなグレーか。まあ、序盤のね1巡目の攻撃は終えたので、ここからピンチチャンス以外はもうすぐに結果で見守っていこうと思うわ。あと大谷の打席以外はね、だいぶ時間かかってるからここまでサクッといってほしい。いや勝つ負けるにしてもサクになるんじゃないかな。こっから前回のオリックス戦のようにお前ドバドバ得点入るとかそういうことはないよ。もう今日は取れて1点、互いに1点2点3はないと思う。まあ、それはマイコラス次第ですけどね。はい、ズバッと三振。中田翔に関してはインコースでいいんじゃない。はい、オッケー。ファンの方は先から翔ってずっと叫んどんのやけどね、パープルの NPC が。その翔に反応せず、ミノさん、あっちゃならんわ。ひでな。一発勝負が使えるようになったら、これは互いにね、まだ使えないわ。フルスイングでいこう、ここ村田。来た、よーし、男村田、完璧などでかい一撃。大谷から打った今季15号はこれまでの14本の何倍の価値もある。14本が束になっても勝てないくらいの価値があるね、この一撃には。これまでずっとハマってなかったけど、ようやくこっちの先日フルスイングがハマったわ。いやね、じっくり見た場合わりかしハマらへんのよ。でなんかこうやってね、高速で飛ばしていくパターンだとすぐに結果出たとわりかしハマるんよね。そういう傾向がある、俺の印象でしかないのかもしれないけどね。だからここもフルスイングで、ほらほらほら、急にね、急にね、ハマりだしたよ。まあハマったからといってあの球速簡単に弾き返せないよ。今のは男村田だからできたゲートであって難しいわな。ここはウォー、ヒットになる。オーケーオーケーオーケー、ここに来てインコースと高めめっちゃ来てるね。太田大志フルスイングで、あっこれはか、手玉に取られたわ。月は回避できたかな。これちょっと盗塁仕掛けていこう。この辺の得点はちょっとあんま期待できないからね、ちょっとでも先の塁に進んで、完璧なタイミングの完璧な盗塁やな。さすが太田大志、もうなんか日ハムの太田大志感あるわ。巨人の太田大志のこんなプレー見たことないわ。あーでもその後三振、いやもう取れるんならこの1点か2点なんでね、それを守るんだぞ。この回また大谷回るから余計なランナー出さず、そしてマイコラスで次はじっくりと抑えていこう。おい、この後大谷は言うとんのやろお前。じっくりと見ながら高め勝負で、さっきと同じ、ちょっとランナーを全部帳消しにしたいね。一人でも残る環境を作りたないわ。だとしたら一撃でね、念には念をしてね、わかるよね、この根はそういう意味の根だよ、わかるよな、だから打たれるよな、打たれるんじゃねえよっていう念押し。でも、もう分かりやすくいけってないやねんそれ、腹立つわこの目線で見てると。
おいおいおい、それで打たれたらあかんのに、お前大谷の前に2人置く？これ一発勝負使うわ。あ、一球入魂ですね。相手も使ってくるんちゃうかな。使います、一球入魂。動くぞ、まず高橋が。さあ栗山はどうだ。動いてこなかったね。そんなの使わなくてもうちの翔平は打つわって感じ。名前呼びね、名字読みじゃないから翔平は打つわって。その期待が大谷を苦しめてるかもしれないよ。いや、何の苦しみもないね。ここまで対大谷6球連続ボールや。ひどい子だ。ようやく空振りストライク取れた。遅すぎるわ。またボール。一球入魂使ってな、ボール。もう早い打ち取れよ。アウトは約束されてるぞ、お前。このレベル的にも一球入魂的にも。はい、最後は高め。大谷というのはこうやって抑えるんですよという、まあ一つのテンプレやね。変化球で追い込んでストレートでタイミング外し三振を取る。ただ問題は相手一発勝負をまだ持っている。ここで使ってきた。動いてきた、一発逆転。岡に対してね、こう映像力ある岡や、この時は。やばいかも。大谷抑えてもなお岡に打たれたら意味がない。そうだよ、この当時は何度も言うけど、大谷だけがすごかったわけじゃないんだからね。チーム全体として強かったからこそ、逆転のリーグ優勝もしたしね。シーズン終盤に追いついて逆転して。あと、日本シリーズに関してもそうだよ。日本シリーズも確か負けてたよね、最初は。でもそっから逆転したんだよ。おお、マジでこれはね、もうな、100回に1回ぐらいの割合の三振よ。少なくとも美濃さんはねえわ、絶対に。バットにはこの戦術を使えば当たるとこなんですけどね。助かった。逆転は覚悟しておいたよ。次の2点目取ることを俺は考えてた、同点に追いつくために。美濃さんか、ありがとう。野球の神がいるのであれば今舞い降りてきてたね。この神が降りてきた流れで、その神の降りてきたのを台無しにするような結果をここで残すなよ。はい、最後三振、5回終了。表はね、裏あるからそこで取る。このイニングは本当に良かったです、うん、ナイス、よく耐え切ってくれた。小林がリードしてたらどうだったのね。ちょっと違った結果出てるんじゃないのって。相川だから抑えられたんじゃないのって。その辺の真相は分からへんけどね。マイコラス、思い切って大谷相手にフルスイングで行ってみよう。うん、当てただけすごいわ。外野まで飛ばしたんだからね。すごいすごい。小学生並みの感想になる。ああ、もうあっさりと終わるな。ああ、こっからもさらに守り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 守っていかないと。マイコラスのスタミナ的に、まあ6回はまずは規定路線ですね。それはいけるでしょう。受けなー、西川出たらこの後さらにやばいって。まず盗塁を警戒していこう。じっくりと見ながらね。そんなお前盗塁警戒のサイン出してんの、いきなりカーブから入るんかい。まあ、でも相手は盗塁のサインは出してないから、どうだろうね。監督としてのサインが出てないってだけでフリーパスみたいな感じじゃない。動いてくる可能性もあるよ。あ、また抜ける。その辺ガバガバ。いやいやいや、野球でスポーツその辺抜けるもんだよ、定位置だとね。だからこそちょっとさ、もう近代野球さ、そこに人がいるようなシフトもあるやん。大谷とかも敷かれとるやん、ショートガラ空きでね、セカンドのここにいる。やっていかないとダメだ。集中使おう。これやばいな、試合の雰囲気全部変えるな。これ低め勝負で、これゲッツーさっきみたいに理想よ。陽大官から奪ったよね、さっきゲッツーで。陽か誰かちょっと正確には分からへんけど、まあとにかく誰でもええ。目の前にいる対象物をゲッツーで抑えろ、それが今のミッションだよ。こなしてくれたら1000万円プレゼント。そんなノリで三振、まあまあいいでしょう。まずはね、中田翔、怖いのは大谷を抑えました。でも中田に打たれるパターンっていうのはこの当時よくありがちだった。逆もしかりだけど、アウトコース勝負。でもね、このショーは打たないショーなのでね。中田言うとるけど、ショーって呼んでやれよ。なんか本当に前の打席かバット送らへんね、不自然と。おお、
ちる。ロテ、こっちはド派手な大谷から一撃という形で取ったんですけどね、相手はこういうやり方で、いやいや、でも何のおかしさもないよ。野球というスポーツ、いろんな得点がある、レパートリー豊富なのが野球じゃないか。これ守備シフトまで指示出せないのかな、ちょっとひどくない？出せないね、そこまでは。2個勝負。うわっ、これお前一気に逆転あんぞ。お前その前にこれまた大谷に回る可能性がある。いや、ここで打たれたらまず大谷に回るわ、うん、それでいって2点3点入るから。あ、ゲツ、大谷にも回らなければ次の得点も入ることはなかった。やっぱ勝つためには2点が必要だね、両チームともども。いやでももったいないよね、もっ、いやもったいなくないわな、打たれたんだから。坂本から始まるところちょっと空気変えてくれへんかな、この重苦しい空気を。やっぱりやっぱね、これね、じっくり見た場合はまらないんだよね。基本はやっぱりすぐに結果出てる方がいいのかな、印象でしかないけどね。ちょっとオカルト地味なこと言ってるけど、実際のところどうなのか分からへんけど、じっくり見た場合はまらなさすぎる。いくらなんでも会うことないもん基本。ピンチとかチャンスでもさ、サクッといった方がいいよ。あー、もうちょっとサクッといくわ、さっきみたいに。でフルスイングで、ほらこれだとこうなるんだよ。でまた村田が打つ。でもそこを容体がいる、動きが早すぎる。お前巨人の時それやれよ、そういう用を求めて取ってたはずだぜ。わかんわ。とりあえずまたこの後大谷に回る。マイコラスもう1イニング行ってみようか。きついですけどね、きついですけど、このカードの初戦任したのは頑張ってもらうためや。ボーナスゲーム、ここはね、まあボーナスゲームというほど数字が低いわけじゃないけど、でもこの後のお前ボスと比べたらお前ボーナスゲームやろ。経験値すら稼げへんわこの後のこと考えたらね、ビビたるものよ。はい、ズバッと三振。さあ大谷と今日3打席目の対決です。高めはやっぱ最後までないからアウトコースだよね。おお、初球から初めて振ってきた。いや逆に違うよ、こっちがようやく初球にストライク取れたね。おお、このパターンは初よ、これまでと違う。いや三振はまだ持ってるんでね、ミート能力は高くても三振は多いバッターだから、だから三振取ってほしかったな。大谷翔平に長打ツーベース、もはや当たり前の光景ですけど、これ投手ですからね。ああ、そんな投手がこんな完璧に打つんやからね。いやちすごいなあかん、もう本物の強者強者に出会うとボキャブラリーが、語彙力が低下する。もともと備えないけど、うん、さらに低下してるわ。ちょっとマイコラ厳しいな。岡抑えたら考えようか。抑え、まあ岡までかな。この後左のあれだから、中島だから、そこに対して左の中川あたりね、出さなきゃあかんわ。うわ、いいな、フォアボールはなしだぞ。わかるよなそれは。よしよしよし、大谷の、あ、なんで投げたわ。アウトやからええけど、はあ、ああ、もうええ、終わった終わった終わったことについてぐちぐち言うつもりはない。ここで中川ですね、覚醒前のブレイク前の中川、もうすでに17試合使った防御率は3。いいですね、俺のほか活躍してくれてるわ。その中川で中島を抑える、難しくないだろう、インコース勝負でいったれ。 OK、 この当時からね、中川の武器であるスラーブとドロップカーブっていうのはそこそこにあるので、変化量ね3くらいあったと思う。だからもうこういうバッターに対してはうまくそれを投げるだけ。はい、難しさなんてない。大谷にこのゲーム初めてのヒットを許したが、得点は与えず、こちら7回裏
動くかアンダーソンから始まるとこ、これアンちゃん出たら鈴木出すわ、で一発勝負そこで使う太田の打席でね、アンちゃん出てほしいな、惜しい打球はあったけど結果として出して、あーダメだ、もう1割台のバッターにお前何を期待するんだよ、1割台のバッターに太田に打てはか、お前無理すぎる、酷な話すぎるわ。じゃあ太田はどうなんだよ、フルスイングで、はい三振、あっという間に終わるやつ。山本くん、もうお前もセンター返しで、はい三振。なんかここに来てさらにフォーク冴えてない、序盤より落ち始めてきてるんだけど、どういうこと、握力なくなるんだからフォークの落ちって試合終盤になればさ、むしろ下がっていってさ、握力なくなって嫉妬とかも目立ち始める頃合いじゃないの、全然違うね、投げれば投げるほどなんか力に変えてる、おい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 、長打はねえぞ、長打はねえぞ、 OK。 でこの後レアードのとこだよね、もうここは中が交代です、左相手を抑えたのであればもうこれで十分ですね、ここからは宮国とかはあんまこういう場面で使ってる投手じゃないんだけど、まあ状態いいしね、出してみよう、低めで一撃浴びんなよ、それが命取りや、はい差し、えいで、中田翔の前の陽大観に関してもアウトコース勝負だ、あこれ待てよ、あカウント的にも悪かった、もうしゃあないしゃあないしゃあない、この後の中田、ただこの後の中田先タイムリーを許してた、まあでもこのケースあの場面あのように打たれたとしても大丈夫だからね、強気でいけ、高めでいけ、わあ動いてきた、そうだ俺だけじゃねえよ、相手も黙ってきてんだよ、この中田の打席でこれを使ってくるか、いやでもさっき岡に使った結果ああいう結果が生まれたのであれば、中田の時も同様同じような結果が生まれろ、この翔はやっぱ最後までそんないい打球は打たないはず、打ってもシングルや、追い込んだなこっち、もう強気でいけ、全力でいけ、ズバッと三振、なにこれ、ほんまに珍しいパターンだからね、こういうのっていうのは通常ありえないよ、ほんまにこんな美濃さんを一発勝負の時にね見れるっていうのは、大谷は当然8回も来るので、これ相川から始まるところ、あセンター返しで、おどうだこれ、先日はハマってる相川がランナーとして出たらダイソー送るわ、代打を送らなかったのはまだこれね、あのキャッチャーがもう今阿部しかいないんですよ、スタメンでマウンドでベンチにキャッチャー登録の選手がいないから、だからもしもねそういうこと考えたら代打送れないなと思って出さなかったんですけど、この場合はこのイニングで勝負を決めるつもりだから、はい、ダイソーも代打も送るよね、この回一気に決めてやる、まずダイソーに鈴木貴博で、代打に誰く、岡本和真、ちょっとね岡本、覚醒前の岡本と全盛期の大谷翔平を戦わしてみたいんだけど、それはもうちょっとやめた方がいいわ、これはねバントを持ってる橋本、状態もいいしね、これまず何をするかというとランナー二塁に盗塁をして、そしてバントを決める、そういう作業ですからね、まあ、バリバリ相手は警戒してるけども、その警戒をかいくぐってでも盗塁を決めるのはこの当時の鈴木貴博、行ってみよう、はあ、これあれちゃう CS の横浜戦だっけ、あれだよね、まんま、えランナーいないもん、いない以上、はい、橋本、ああナイスナイス、結果として橋本がねランナーとして出れたのであれば、ここからじっくりと見ながらね、あのちょっと一回鈴木のこと忘れましょう、うん、あれもうええわ、あれ一ランでええというか触れんで、制球定まってないからね、ちょっとそういった意味でももう少し考えながら選手個人個人一人一人やってほしい、やらないやつがいたんでね、そういうやから今目の前におったやろな、あれはひどいな、落ちない、いやさっきも言ったけどこれもう代走に相川のとこ送っちゃってるので、このイニング勝負決めないとまずいんだよ、もう坂本一発勝負使うわ、いったれ、ランナーは一塁だから長打で帰ってこれるかどうか微妙なとこだけど、一撃であればいける、さあ主役と主役、モブなどおらへんぞ、主役と主役の戦い、そして相手はこの一発勝負で外しまくってるが、こっちの一発勝負はどうだ、はまれ、大谷を打て、
成功、大谷翔平から坂本の完璧なタイムリー。さっき言ったでしょ、リアルでね、この年に確か坂本は通算250塁打を打ってたんですけど、その250塁打っていうのは引っ張った方向だったので、これは逆方向ですね。逆方向にも打てる坂本がいたおかげもあってか、こっから大谷から得点取って、そしてもう1点プラスアルファでやったね。もう一発、村田のフルスイングでの一発が見たい。あとはもう3つのアウト取るだけになったけどね、こうやって得点が入ったのであれば、もう1点もう2点あれば不安が消える。これまた大谷に回るとこちゃう。でも代打どうだろう、来るのかな。その辺はちょっと CPU の判断やね。リアルであれば代打なんて送らへんけど、通常9回に回ったとしてもこのゲームではどうなるか。あー、もう逃げ切るよこのまんまね。まずね、ほんといろいろと変える部分があるから、投手はどこに送るかというと、どこにしようかな。もう鈴木さんもういいわ、変わってどうぞ。あと投手沢村をここに送る。でまだキャッチャーをもうベンチにいないから阿部を守らすしかないわな。阿部と沢村引退試合じゃないですよ、ガチで勝ちにいってるゲームでこれをやるからね、やらざる得ないやろ。で太田大志、いやアンダーソンを一塁手にして、でセンターに橋本、いや違うな、レッド橋本でもええわ。でセンターにも松本送る。これ勝つために守備固めを送らないと。セカンドに関してはもうここは別に山本、いや確実に勝つためにより守備能力の高い寺内を送って、まあまあまあこんな感じですね。はい、これで逃げ切る。沢村頼むぞ、ぶち壊しにすなよ、ここでお前がやらかしたら全て台無しやぞ。まず代打谷口を送ってきたね、田中健介のところをじっくりと見ていきましょう。最終回や、低めからで、このイニングもうどっちも一発勝負は使えないね。ないわそれは、ゲージ的に絶対たまらない、まあ、それこそここからつないでつないでランナー満塁とかね、そういう感じじゃないと日ハムはたまらないし、巨人もたまらない。1位同士の対決、もう1位同士にふさわしい接戦となってるからこそ最後にドラマはいらへんで。いやドラマを起こしたのはもうこっちなんだよ。8回裏坂本のツーベースで取った、そのドラマがあるんだから、これ以上何がある、何もない。まず三振、ここも代打だね、近藤健介スタメンで使ったらいいんだけど、 DH 起用なんでね基本が、だから DH のないこの交流戦だとこうやってなるんや。ほんで当時はそんなの言うほど能力高ないわ。この後の翌年ね、4割近い、4割を超えた打率を残したけどね、規定打席は到達してないけど、あの時の近藤はやばかったね、あれがピークだったんでしょう。この時は言うほど能力は高くないんですけど、ただ戦術の部分では引っ張りに対してインコースを攻めているのであれば、こういう打球が生まれて、さあこの後の大谷翔平だ。代打は、あ、いや待て、浅間をダイソーに送ってきた。代打はないのか、あ、やっぱないね。大谷に来るわな、ゲームとはいえどね、来る来る来る。もう最後まで外角勝負でいくわこれ。わっ、何かが起こるんちゃうのこれ。いらない、いらない、何もいらない、何もあってほしくない。これ以上何があるんだよ、もうやめてくれよと思いは。おーし、よくやった。もう今のは沢村個人の力で大谷翔平を抑えた、ありがとう。最後ねアウトコース勝負、ここも、あーでもまた待てきとんな、やたらと待たれんな9回、なんで待つの、あわよくばのフォアボールを狙ってる、花から沢村は打てないから待とう、フォアボール自滅待とうとしてる、それにうまくこっちがハマってる、乗っちゃってる感じになってるよね。かんこれ、大谷抑えてもこの後余計なランナーが出たね。中島対する代打がない以上はもう強気で高め勝負でいこう、ストライクを取りに行け、うん、で怖いな、阿部のポロリね、それがあったからスタメンでキャッチャーで使うのやめたんだけど、あーぶない、あと最後まで坂本、やっぱ主役は主役、そこにモブなどは出てこないね、
主役と主役な対決は主役な巨人が勝った坂本が勝ったってだけですよ。主役な日ハム大谷が負けたんだ。いやでも熱かったな、最後まで熱かったっす。こういう激戦はなかなかこの先もプレーすることがなければこれまでもやってきてなかったんでね。いや楽しかったですわ。で監督総合評価 B ランク俺がもっと導いていたら、いやいやそういう問題ちゃうよ。たとえよりその戦術の部分でハマっていたとしても得点取れていたかというとやっぱ取れないよ。ランナーそのものが出ないんだから、まず普通にね。今日の試合を振り返ると、宮國今季4勝目がついて沢村24セーブ目、4回に村田のホームラン15号、これが唯一でしたね。できればこれで勝ちたかったんだけど、あの中田翔のタイムリーが余計だったというか、まあ、振り返ってみたらあの3ね打席、あんなとこにポテンと落ちるのがなんかちょっと神ってる中田翔を、チームに勢いがあるからああいう打球が生まれるのかな。それ以外の打席は全部三振なのね。あそこだけバットをちょこんと当ててあそこに落としてきやがった。改めて見ても不自然さを覚えるけどね。でマイコラスもよくやってくれた将来のメジャーリーガー対決、共にレベルの高い投球でしたね。で打っては打ちはもう6に打ててないですけど、ただよしよしで村田の一撃とか、まあ一発勝負を使ってね坂本でも打てて、なおかつあの最後の守備、坂本に救われて大谷に黒をつけて追われた最初のこのカードの初戦、この後も続くんです。結果大谷翔平に負けつけましたが、チームはこのカード負け越しましたが、意味じゃない、意味がないですからね。え、何これ、はっ、おいおいおい、この勝利を代償にお前腸の怪我あとの2試合あるっつったよな。その中怪我するんかい。ほんで関係のない選手の能力ばかりが上がっていく、この試合の経験した者の能力上がれよ、こんな接戦勝ったんだからね。小林が打撲から復帰も、まあ、このカードに関してはもう最後まで相川起用する予定だ。その前に長野がスタメンから外れたので代わりの選手を入れていかないと。誰にする、まあ、亀でいいか。ここはシンプルね、亀をもうこの先1番バッターとして、まあ、2番3番4番のところはもう変えることはなく、戻ってきたら再び長野を使う予定ですからね。あとの2試合に関しては高速試合でどういう戦いになるかというものを確認しながら進めていきたいと思います。頑張れよ。で野手大谷翔平はその後すぐに出られる、これはパワープロだからできることって感じですね。当たり前のようにしてくるので、野手大谷との対決、投手に勝っても野手に負けたら意味ないぞ。今日の投手はポレダを予定しているが、まあもうポレダでいいですね。2戦連続助っ人選手で勝利を目指してどうぞ。怖いな、これは野手としては今日本気だからね。スタメンで名を連ねてる以上はさっきとはまた違った結果出すんちゃうの。投手で出てなおかつヒットを打ったのが大谷、野手に専念した1試合、4打数4安打4ホーマー10打点、やらへんよな、怖いぞ。頑張れよこれだ、見よう。ちょっとゆっくり見ていくわ、このゲームに関しては試合速度をね。まず取るのはどっち、先発が麻酔だからね、さっき並みに得点は取りづらいよこのゲーム。あ、2点、なんかこの2点の入り方どうなんだろうね。大谷のホームランっぽいけど、あと1点まずは追いつかないと。その1点が遠いんだよこのチームとの対決は、どうしても取れないんだよね。あ、取ったわ、ナイス。同点に追いついて8回、ホームである以上はこのホームのアドバンテージを生かしていかないと。9回、取ってサヨナラないか、延長突入。もう俺が加わる必要はないですね。ああでもすぐ取り返して、結果また同点。12回、マイコラス出てきてんじゃん、前の試合投げてるね。結果引き分けで終わったわ。前の試合投げたマイコラスが最後出てきましたよ。投手がいなくなったんだね。ちなみに今日は両チーム2本のホームランが生まれていて、レアードと阿部ですね。大谷のホームランではないのか。3点取ったんですけどね。まずこっちで見ていくと、野手陣はあーまあクリーンアップは打っている、もっと得点取れてもいいと思うんだけどね、これだけクリーンアップが打ってると。まあでも力ないものはやっぱ完全に抑えられてるね。力あるクリーンアップは結果残してるけど、力の差が存分に光るな。で投げてはこれだよ、ポレダ5回投げての2失点、まあええよ。その後ね、いろんなピッチャーが出てきて、最終的にマイコラスを出す、投げたばかりのね。マイコラスもよく許可してくれたな、なんか普通に拒否理想やわ、なんか印象としては。拒否られても文句は言えへんけどね。で相手大谷翔平で見ていくと、今日は打ってるね、ド派手な活躍ってわけじゃないけど、ただ最後ですね、最後の打席に犠牲フライをやってるんで、あれにもよって勝ち越し点が入ったんだよ。その後すぐ同点に追いついたけど、大谷の犠牲フライによって負けかけてたんだ一瞬はね。
で投げては麻酔9回投げての2失点、それでも勝ちがついてないというね。でマーティン、宮西、谷本と出てきているリリーフ陣が豪華で強いが、よくそれからね宮西から1点取って引き分け持ち込めたわ。今日は引き分けで終わって、あ最悪やって嘆くゲームではないよ、むしろ引き分けに持ち越せてよかったと思います。そういう試合、そういう感想が出てきてしまうね。え、何これまた。いやー、クモン全治1週間の腰痛、お前2日連続勝利の代償に超能を2日間失い、そしてなんだ金徳来たー、急なマシの脅威の切れ味、ワーツで、クモンのパワーが落ちてるね、腰痛の影響で G の9から G の4、日常生活生きていけないでしょお前、パワーって全ての源やぞ、投げる動作、立つ動作のにもかかわらずいやでもこれクモン使えない以上はまず2軍に落とす、あとマシソの能力とか確認ね、成績も確認していこうか。いやいろんなサプライズと同時にアクシデントがあるけどね。まずクモンです、9日間使えないのは痛すぎる、数字もだいぶ上がってきてるしね、一旦2軍に落とす、怪我治り次第またあげようと思うわ。代わりにあげるのは大竹ですね、うん、大竹あげてリリーフ起用で OK。 続けてマシソンの成績の確認と同時に能力の確認、あれがつくってことはトータル今数字がいいってことじゃないの、うん、27ホールドポイントは現在セリーグトップ、ダントツトップやからね、まあ、それだけ機会があるということだよ。あーで気がつけば防御率も 1.97 か、全然ようなっとるね。一時期は3点台後半でそれにもよって負けてたゲームっていうのがあったんですけどね、やっぱマシの力があるのでね、こういう数字だからこういう能力になって脅威の切れ味、まあ、これから先ペナントやってるとですね、マシソン以外にも金徳っていうのがつくと思いますけど、まず最初についたのがこのマシソンの脅威の切れ味でした。いいサプライズやな、それつく前にこんな数字なのね、これついたらさらに抑えるよ、三振率だってつく前に12点台なんだからね、ついた今もう15、バニューチャ脅威の20、あるぜあるよ、このマシソンがいる限り大丈夫。ただね、ほんとね、今ね、勝つ代償を引き分ける代償に怪我人続出中なんで、この後の戦いが困るんですよね。この後のゲームももちろん勝利を目指すが、また勝ち、ま、引き分けね、持ち込んだ場合、またなんか怪我人現れるんちゃうの。怖いわ。最後は内海先発で、打線に関してはもう今こういうオーダーですね。相川の調子は悪いけども、このカードに関しては相川を起用していくというのを決めたので、相手先発は噂は大谷翔平や当然のごとくライトで起用されていて、あと状態もいい。状態いいねーな、大谷翔平。頑張れー、俺はもうこの戦いに加わらんぞ、うん。もう高速試合はただ見るだけだから、時にはね、戦術に加わっていこうと思うんだけども、もうこのカードに関しては、なんか、関係者として加わりたない。ほんとファンとして頑張れって応援しておきたい。責任のない形でね。加わってしまうとどうしても責任が生まれるやん。お前のせいでとかね、言ってしまうし。最低とた。でもこの1点は守れるか、宇都宮3回まで守ってる。あ、でも怪我しないでね。もうこのカード勝てればいいと思うけど、負けてもいいから。負けてもまあいいと思えるんで。もう怪我だけ気をつけて、勝つ代償に怪我するのだけは勘弁。また追加点ゲット、おーさらに追加点ゲット、内海は7回もいってるな。いやもうここからマシソンでいいと思うよ、出てくる、あまだ投げてるわ、完封でいくの、大谷当時最強の、あ最後マシソン出てきたわ、完封とはならなかった、そのマシソンが抑えて4対0、過去の2試合が嘘かのような静かな感じで勝利することができました。なのでこの日ハム戦、両リーグのトップ同士の対決は2勝1引き分けで終了、勝ち越し、一度も負けなし。内海哲也がいいピッチング、いや数字残してるからね、試合前の防御率は2点台さらに良くしたね、これにもよって力あるわ。で坂本勇人がまた打ってくれた、巨人の主役どもが大活躍、そら負けへんわな。これで内海は今季4勝目、逆に噂は4敗目、かわいそうに、あんな強いチーム状態で4敗するってよっぽどやね。あ、まあでも防御率 9.39 やからね、うん、そらするわ。大体なんでまだ使っとんの、大体なんでこんな投手からこんな得点しか取れへんの。そう考えたら今日の得点少ないね、もっと取らないとダメな一日だよ、後から振り返るとね。なんで打ったらこんな感じですよね。大谷翔平は先チラッと見た感じ4の0、状態の割には打ててない、それは内海に翻弄されたんでしょうね。バットには当たってる、でもほとんどが内野フライだからね、うまく内海がアウトを取ってくれた、ナイス。ベテランの力、意地ってものを見せて、この日ハム戦は負けなしで終えることができた。ほんでそれ以外のチームはパリーグにボッコボコンされてるんでね、勝ったのは中日と巨人だけで、それ以外はまあやられてますね。でもそのやられてるおかげでまたゲーム差を離すことができたのであればいい。俺たちだけがセリーグ勝って、それ以外のセリーグのチームは負けてくれたらええ。でもそれ、あまた、あー、はい来たー、
3戦連続怪我に、それも全治2週間。だんだん怪我の度合いというのが大きくなるのはなんで？完璧に勝てば勝つほど怪我の度合いが大きくなるよね。嘘やろ、このタイミングで加盟の離脱で同時に能力も下がるわな。こういう大きな怪我をするともともと A が B の75になる。それだけじゃなくて加盟はただでさえ年齢的な部分もあるんだから、これからねペナント進めば能力が衰えていくんだよ。ここでこんな落としたらお前この3年間最後まで巨人の一員として加盟使えへんぞ。長野はここで復帰なので、もちろんこれからスタメンでまた使い始めるけど、いや勝ったのはいいけど、ほんと最後まで勝利をの代償としてなんかいろいろと奪われていったね。普通に勝ちたいのに普通になんか勝たしてくれないというか、何かを奪っていく、最悪やな。まず亀井、もう14日間使えない以上はもう2軍送りですね。どうしようかなこれ。ちょっと待って、アンダーソンまず、ここまでこんな数字です。結構我慢して使ってきたけども、もうちょっと我慢の限界でしょう。しばらく2軍に行ってもらうわ。アンダーソン落として代わりに、まあ、試したい助っ人選手って他にもいて、クルーズとかもいれば、あとねこのアブレイユとか、いや全然能力高くない、あとガルシア、この辺の記憶ないけどね今のピーマンにはいるんで、どうしようかな。まあでもこれはクルーズかな、枠が空くのでクルーズをここで昇格して、で亀井のところ外野手誰かあげようか、誰にしようかな。まだ一度も試してないやつ、どの上とかまだ一回も使ってないし、重信とかね、いやでもこのタイプはいらへんわ。他にも松本とかお前橋本いるから、どの上でいいかな。そこそこに打力はあるので、代打の切り札的なものだと使えると思うから、だからどの上を上げて、そしてオーダーの見直しです。これからの2週間亀井が使えないのであれば、アンダーソンも落としたからね。まずはセンター長野に戻して、で他のポジションだよね。対右の時はレフトでアンダーソンも5番起用だったけど、そこを変えて上げたばかりのどの上、でも使えるかな、どうだろう。まあ、使ってみようか、レフト起用で思い切ってね。使えば何か目が開くかも。打順は7番で、で左の時はレフトで誰を使う、左に強い選手、どの上はそんな左得意じゃないから、鈴木隆弘とかね対左に強いんだけど、やっぱ鈴木は残しておきたいからね。まあ、今回の動画ではあんなやらかしもあったけど、でももう忘れてたわ今に至るまで。やっぱ勝ってたからね、勝ってると忘れるんです。でも負けたらネチネチ俺言うタイプなんでね、だからまああれはいいとしても、スタメンではやっぱ使えないわな、残しておきたいので。どうしようかな、まあ、これは橋本でいいかな。左の時はチャンス強いので、この辺にいてくれたら力になるでしょう。でクルーズに関しても上げた以上は使いたいので、どこで使うかと言われたら、メインポジは三塁手、あでも二塁手か、メインポジは三塁手登録なんだけど、守備能力が高いのが二塁手なので、だから対左の時はこれクルーズ左に強いですから、クルーズを起用して、で能力に関してもそんな言うほど悪ないしね、打撃も守備もね強いよ。でこのパワープロ2016結構活躍するイメージがある。実際俺当時ペナルティやってたのこの選手を使って結構打ってたし、この選手のおかげで優勝したこともあるので、だから今後はこれを引きして、まあ、左の時スタメンで使っていくっていう感じでね。あと DH に関しても見直していかないとな、これから DH のオーダーもありますから。まあこれもさっきと同じですよ、どの上を加えて、でここは橋本で、でクルーズを左の時は起用していく、いっそのこと5番あたりで起用してみようかな。よし、このオーダーで今後戦っていきたいと思いますので、今勢いがあるだけにですね、今後怪我人増えないように祈りつつ、祈ってもなお出るものは仕方ないけどね。まあ、今週1週間の戦いはこれで終了ということになりました。現在のね順位表、まずセリーグの順位表を見ていくと、もうこれですよ。巨人が1位でゲーム差 4.5 ゲーム差と開けているので、まあ、しばらくは1位でずっといられるでしょうね、負けない限りは。で交流戦の順位表を見ていくと、巨人はここまで負け知らずです。1回しか引き分けてないので、だから今一度も負けることなく交流戦トップということになっている。残す12試合、4カードが残っているが、最後までこれをキープできるか。ここまで来たらなんか一度も負けることなくいきたいね。せっかく日ハム相手に一度も負けなかったんだから、最後までそうしていきたい。動画の最後に、今回戦った大谷翔平の現在の能力、あと成績全部確認していきましょう。現状投手の能力はこんな感じで、まあいずれ金徳つくわな、これ多分ドクター K つくよ大谷翔平に関してもね。野手に関しても何かしら
がついてもおかしくはないわ。残してる数字的に投手はここまで防御率 1.64 で、そして9勝2敗、この2敗目がうちに負けたものですね。一生の思い出になるわ、全盛期の大谷に黒をつけたっていうのはね。で、登板11試合で完封完投も多いし、 QS 率は 100%、 あのゲームですら達成しとるからね。どこまで続く。で、三振に関してもめちゃくちゃ取っている。もう隙がないですよ。よく村田も打った。あ、で、村田が打ったホームランが今シーズン大谷の初基本塁打なんだね。ここまで一発も浴びてなかったんだ。うわ、そう考えたら本当あの場面よく奇跡的に生まれたね。すごいな、いろいろと運に恵まれてたんやね、後から振り返ると。で、野手で見るとまたこれもすごい数字が羅列しとんのですよ。もう106打数あって3割6分8厘率も残せて、ホームランに関してはその打数でに対してそこまで打ってるわけじゃないかな。本塁打率は 35.3 なので、ただホームランの数が少ない分通常の大谷では残せないような率をここまで残してるわ。まあ、長打自体も多いしね、ホームランが少ないっていうだけであって、出塁率も高く OPS も9割2分4厘というね、まあ、すごい成績です。日本シリーズに進めばこの先相まみえることもあるし、この先の物語の中でも出会うところがあるかもしれない。なんならうちに来ることもあるかもしれない。そういう日々待ってます。今回の動画はこれにて終了。次回は6月7日の西武戦、交流戦3カード目の戦いをプレイしていく予定なのでお楽しみに。今回動画ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またおう。